今日はエニアグラムの二等兵が初めのセッションで言われたのがタイプ6、うん、で落ち込んだのがタイプ6、6かって、うん、はーってそこでなんかしっくりきたわけですもんね。そう落ち込んだみたいな。そうかもねって、うんうん、あの一番真っ先に外したとこですけどね、はいはいはい、これはないやあのないわっていうかね、うん、やだわこれはやだわ、はい、やだわで外したやつですね、うんうん、はい。ちなみに今日はこちらですねの、うん、エニアグラムあなたを知る9つのタイプから紹介させていただきます、はい。タイプ6はですね、うん、真剣にコミットメント関わる、うん、コミットメントする、うん、安全思考のタイプ、うん、根源的な恐れは支えや導きがなく自力で生存できないこと、うん、根源的欲求は、うん、安全と支えを見つけること、うんうん、ごめんなさいね今それを一生懸命作ろうとしてんのかなって、はいはい、超自我のメッセージ、うん、期待されることをすれば大丈夫だ、うんうん、別に悪いことじゃないですけどねなんか、うん、僕が見透かされてる感じがするんですよねはい、はい、反応なしにはやっていけません、うん、でこの真剣にコミットメントする安全思考のタイプは、うん、人を引きつける、うん、責任感が強い、不安疑いを持つと、うん、このね忠実な人っていうね、うん、ネーミングが腹立つんですね、うん、なんで犬みたいに言いやがって思いません？まあいいですよっていうと言うんですよ私たちが、うん、リソさんですね、うん、ドン・リチャード・リソさんとラス・ハドソンさん、うん、私たちがタイプ6を忠実な人と名付けたのは、うん、全ての性格タイプの中で、うん、友人や信念に最も忠実だからです、うんうん、彼らは沈没する船と運命を共にしていても、うん、他の大半のタイプよりはるかに長く、うん、あらゆる種類の関係を手放しません、うんうん、タイプ6はまた考え方やシステム、信念に忠実です、うん、あらゆる考えや権威は疑ったり挑戦しなければならないという信念にもなる、うん、実際全てのタイプ6が現状維持に同調するわけではないと、うん、彼らの信念は反抗的で、うん、反権威的で、うん、革命的ですらあるかもしれませんと、うん、いずれにせよ概して自分自身のためよりも信念のために激しく戦うと、うんうん、そして自分自身よりもコミュニティや家族を粘り強く守ります、うん、でちょっと待ってくださいね今日は、はい、このタイプ6を、うん、アドラーが全てにおいて正しいと思うわけではないが、はい、ちょっとアドラーごめんなさい、はい、今アドラーを疑いましたね私はごめんなさいね、はい、アドラーの視点でちょっと見ていきましょう、うん、ちなみにこのアドラーはトラウマは存在しないっていうのがアドラーですね、うん、人っていうのは、うん、変われるっていうのはアドラーは言うんです、うん、なぜなら、うん、原因論、うん、過去の原因ではなく、うん、今の目的、うんうん、外に出たくないから、うん、あなたは、うん不安っていうのを作って出ないようにしている、うん、っていうこの原因論の住人である限り一歩も前に進めませんよね、うん、なのでアドラー心理学ではトラウマを否定しますと、うん、人生のタスクから逃げないようにしましょうと、うん、自立すること社会と調和して暮らせること、うん、私には能力があるという意識、うん、人々は私の仲間であるという意識を持ちましょうっていうと今タイプ6は、うん、共同体感覚は強いと思うんですね、うんうんうん、一体感要はそので自分の、まあ、信念のために激しく戦う、うん、そして自分自身よりもあここか、うん、自分自身よりもコミュニティや家族を粘り強く守ります、うん、ちょっと待ってくださいねでも自分自身よりも、はい、っていうところが今ちょっと引っかかってありますけどね、うんうんあの要は、うん、課題の分離じゃないですか、うん、それはあなたの課題そうは僕の課題は僕の課題、うん、あなたの課題はあなたの課題、うん、ここは不可侵であるべきだ、うん、っていうのは、うん、他人はコントロールできない、うん、っていうのはアドラーでも言ってますよね、うん、で変えられるのは自分だけ、うん、でそれをやってあげてるじゃなければいいんじゃないですかじゃあ紐解いていきましょうと、うん、タイプ6がそんなに人に忠実である理由は見捨てられ支えなしに
置き去りにされたくないっていうのが根源的な恐れとしてあるからですと。したがってタイプ6にとっての中心的テーマは自信喪失ですと。タイプ6は人生の挑戦や気まぐれに自分一人で対応する力量がないと信じるようになると。そのため導きを求めて自分の外にあるシステムや味方、信念、支えを頼りにすることが増えます。もし適切なシステムがなければ作り出し維持する手助けをすることでしょうと。タイプ6は思考センターの真ん中ですね。根源的タイプですと。思考センターというのは567ですね。これは自分自身の内なる導きに接触するのが最も難しいを意味していますと。その結果自分自身の思考や判断に自信が持てない、考えないって言ってることではないと。それどころがたくさん考え悩みますと。また彼らは重要な決断をすることを恐れる傾向がある。ただし他の人が決定するのにも抵抗する。コントロールされることは避けたいが攻撃にさらされかねない責任も取り方も恐れるのですと。何ニヤニヤしてますか？いやそんな感じだなと思って。でタイプ6は常に自分の不安に気づいています。そしていつも不安に抗うために社会的保障を築く方法を探している。十分な支えがあると感じたらある程度の自信を持って前に進める。しかし支援が崩れたら不安になり自信を喪失し根源的な恐れを再び目覚めさせますと。一人になった、今何をしたらいいんだろう。したがってタイプ6にとって良い質問というのは次のようなものなのかもしれません。十分安全だと自分が知ることができるのは一体いつなんだい。もしくは確信に触れる言い方をするならば安全とは一体何だろうと。本質的な内なる導きやそれがもたらす深い支えの感覚がないと、タイプ6は深い支えの感覚がないと絶えず健康な基盤を見つけようと苦心します。タイプ6は背景事情として不安定と恐れの上に信頼のネットワークを築こうとしますと。で往々にして何とも言えない不安に満たされると理由を見つけたり作り出そうとする、人生の中には堅固で明快な何かがあると感じたいあまり、自分の状況を説明すると思える解釈や見解に執着しかねないと。信念、信頼、信条、確信、見解はタイプ6にとって到達しにくい一方、自己の安定のために非常に重要だと。そのため当てになる信念をひとたび確立したら、それをたやすく疑うことなく他の人にも疑ってほしくないのです、タイプ6が人生で関わる人たちにも同じことが言える、ひとたびタイプ6が誰かを信頼できるって感じたら、自分の感情的反応や行動に対して共鳴し助言し導いてくれる人のつながりを維持するためにどんなことでもしかねないと。それゆえ彼らはそのつながりを続けていくために自分の力でできることは何でもしますと。なるほど、まあ、信じるとって話ですよね。信じる前は結構疑う、あとまあコロッと信じる、はい、で信じるともう疑うな、本に書いてあるだろうってはいはいはい、って話ですよね。そうで、かつそれが何て言うんだろう、中心であれば近いも、近ければ近いほど正しい、と思う節があるので、今ちょっと自分で思ったのは、このね、人生の中には堅固で明快な何かがあると感じたいあまり、っていうのを読んだ時にあれそんなのないんだっけ、って思ったんですけど、ないんでしたっけ。ないですよね。状況によっても変わるし時代によっても変わるし、これだって信じたものが時代によって使えなくなったりするじゃないですか。今この瞬間は使えるかもしれないけど、なんかねこの辺かなって今、でこれをね、ちょっとでもそれがあると思って、その考える過程で、ないとダメだになり、どうしようどうしようになり、ないと不安になって動けなくなっていくんですね、でそうなんですよ、アドラーは言うんですよ、変われるって。変われるんですよ。でまあトラウマの部分が
とらわれみたいなところですよね。で変わりたくない理由、タイプ6は変われないと思ってるのかな。変われないとは思って、まあどのタイプもそうですけど、自分はこうだって思ってる。はい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 、うん、あと何かがあるはずと思ってるんですよね、うんうん、多分おそらく、うんうんうん、あの真理があると思ってるんですよ、うん、真理は僕もあると思ってますけどね。思ってる、はい、探しに行かなくていいんですか。探しに行かなくていいですよ。なぜ、な真理ではないじゃないですか。え、真理ってどういう意味ですか。なんかもう白か黒ではないわけじゃないですか、真理行くと。え、それって真理じゃないじゃないですか。そういう真理じゃないですか。それ真理がないって言ってますよ。そういう真理ですよ、無限にあるっていう真理じゃないですか。定義定義それが真理じゃないですか。どう思います皆さん。いや、そうじゃないですか。こう人間のタイプはエニアグラムでいくと9、 MBTI でいくと16じゃないですか。はい。だけどこう同じ人は一人もいないで80億あるんですよ。はい。っていうのが真理じゃないですか。人口増えれば増えるほどタイプも増える。でもなんか思うに、うん、なんか殺してはいけないがあるじゃないですか。殺してはいけないっていう真理はないですよ。戦争がなんで起きとるんやって話ですね。うん、起こるべくして起きてるんですよ。人がどう、なぜこういうふうに考えるかみたいな心理はあると思うんですよ。はい。追求すれば何かの原因、こう脳内ホルモンのバランスとか、はい、なんかこういう協力を受けたとか、はい、で全てのなんかもう無数にある、無限にあるものが一つになってこういうふうになるみたいな心理はあると思うんですよ。はい。でその真理なんか分かりようがないから、まあ、分かんなくてもいいですよって言ってる。信念に忠実はかっこいい、まあ、その信念が決まってないんですけどね探してるんですけどね、うんうんうん、はい、根深いですねこれは。だって迷ってるんだもん。はいはい。でこれを自分に自信がないから人に求めるんですよ、うんうんうん、でそれが巨大であれば、うん、それでいいってなるんですよ、うんうん、他人に簡単に委ねるんですよ、まあ、信頼に値するって思えばって話ですよ、ね、そう、うん、でもね家事は簡単に渡すななんですよ、うん、おそらく、うん、自分の家事は。そこを信じるあまりに違うものが信じれなくなったりするじゃないですか。で簡単にまた操られたりするでしょうしね、うん、こっちの人からは、うん、で本当はこっちなのにこれを信じる、強く信じれば信じるほど本当の方に行けないみたいなのがあったりするじゃないですか、はい。